広瀬炭層の石像。広瀬炭層安政3年11月1日は、江戸時代の受学者で、教育者、監視人でもあった。文語国北の人。炭層は五である。通称は、虎之助の地に、キューバ。意味が分けん字は、連教あるいは小元。当初の五は、別号は、青系。死後、弟子たちにより、文元先生と、 送りなされたという。末ってに、広瀬玉相弟、広瀬九兵衛の子孫に、北市長、衆議院議員がった、広瀬正雄その子息の広瀬勝貞は元大板県知事。文後国北郡豆田町を町の博多屋、三郎江門の長男として生まれる。少年の頃より聡明で、丹草が10歳の時、久留米の浪人で、北大館所に出入りしていた、 松下地区院に指示し、詩や文学を学んだが、丹僧が13歳の時に、地区院が再起藩毛利氏に主観した試たしを失う。16歳の頃に、地区全国の亀井塾に留学し、亀井南名、商陽府氏に指示したが、大病を患い19歳の暮れに退塾し帰郷。病は長引き、一時は命も危ぶまれたが、非後国の医師。 倉重港によって命を救われる。その後、病気がちであることを理由に家業を継ぐのを諦めて、弟の九兵衛に店を任せ、一度は医師になることを志すが、倉重港の言葉によって学者、教育者の道を選ぶ。文化2年には豆田町にある長福寺の一角を借りて、はじめの塾を開き、これを後の経林僧、寒義園へと発展させた。 歓気縁は、炭草の死後も、弟の広瀬玉草や林外、広瀬清村等、以降10代の熟種によって、明治30年まで存続、運営された。熟成は、日本各地から集まり、入門者は、延べ4000人を超える日本最大級の私塾となった。炭草は晩年まで万全歩という記録をつけ続けた。これは、良いことをしたら、白丸を一つつけ、 食べ過ぎなどの悪いことをしたら一つ黒丸をつけていき、白丸から黒丸の数を引いたものが一万になるようにするものだった。一度目は67歳に達成し二度目の万全を目指して継続していたが73歳の8月頃で記録が途絶えている。炭素は安政三年1856年に死去。去年75。炭素には目の病があり。 目を使いすぎると腫れてしまうことから、あまり目を使いすぎると、中年以降には失明してしまうと医者に言われ、このことから、経書の本文のみを読書するようになる。注釈を無視する代わりに、自分なりの解釈を行ったため、単相独自の思想を生むこととなった。単相の指針である、経典とは、人間は正しいこと、良いことをすれば、天から報われるとする。単相の得、 この大法論は、経典思想と言われ、近年まで、主な研究対象になっていた。最近は、実力主義教育を取った組織としての、管理園研究や、炭素自身の監視研究が主流となっている。日付は旧暦。年齢は数え年。幾人不休時西東幾人下級を置いて、西東リス。両地区総比前後豊か両地区総越前後の豊か。 花影万すだれ春中へ花影すだれに満ちて春昼、長く。諸生断続凶暴、楽器声断続して晩に響く。弓道多凶多凶多岐心道府を休めいを多凶苦心を押しと。同法言うとも地蔵親同法ともある自ら、愛したしむ。芝扉暁暁でしも除雪芝扉暁暁に譲れば、創設のことし。君急が流話が十。 滝木君は、川流を組め我は滝木を重犯。思う白髪妹女を遥かに思う、白髪門によるの上。学ぶ学三年業未成感学三年業いまだならず。人弱秋風揺らろ老樹、人弱秋風ろうじを揺るがし。小窓い枕客心驚き小窓枕をそば立てて、客心驚く。長バサミ嫌い故国春長ばさみがえりなん、古国の春。 縮む払い官変人時々努めて、払いへ官変の込み。君見白首無名者君見よ白首にして七気者を。総勢団行奪赤人かつてこれ、京を断じて、赤を奪いし人。著書は以下主に約百二十作ある。蝶福寺、広瀬炭層旧宅趣旨学においては、天と理は同じものであるが、炭層の考える天は理とは別の存在であり。 理を理解すれば人間は正しい行いをして暮らすことができる。しかしその理を生む点は理解することができないとする。ありがとうございます。